こんにちは。おたま日記です。卵から育てて99日目の、日本赤ガエルです。これからも観察日記上げていきますので、チャンネル登録をお願いします。今日は、おたまに、いろいろ食べてもらいましょう。まずは、小さいガを捕まえました。死んでいますが、針金の先につけておたまに、見せてみます。では、おたまの前で動かしてみましょう。動かせば、食べてくれるはずです。あれ、見てないですね。やっぱり、生きている虫と、針金につけた虫では、動きのリアルさが違うのでしょうか。食べてくれませんねー。もう一回挑戦してみましょう。どうかなー。お、今度は食べました。よかったねー。さらに外で、餌を探します。クモがいました。クモは4対、8本の足があります。でも、このクモは5本しかありません。怪我をしているようです。放っておいても死んでしまうでしょう。おたまにあげたいと思います。では、クモを入れてみます。やはり、足を怪我しているせいか、動かないですね。早送りしても、ほとんど動きません。少しつついてみたいと思います。動いたらおたまに気づかれるでしょうか。ちなみに、見にくいですが、おたまはここにいます。おーおー、いきなり来ました。やはり、動いているとすぐに気づきますね。次は蚊です。危うく刺されるところでしたが、やっつけました。おたまに敵を取ってもらおうと思います。では、これも、針金の先につけておたまに、見せてみます。ほらー、こっちだよー。こっちを見なさい。お、気づいたね。飛びついたけど、蚊は下に落ちてしまいました。口に入りませんでしたね。手にくっついていますね。でも動かないと食べないんですよね。針金でつついて、動かしてみましょう。お、食べたと思ったけど、口に入らずに、吹っ飛ばしてしまいました。もう一度、針金でつつきます。お、やっと、食べましたね。無事、蚊をやっつけてくれました。ありがとう、おたま。今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。